ラダニアントムリンソンは、テキサス州、ローズバット出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、ランニングバック。2006年に、リーグ最優秀選手、デビューの2001年から8年連続1000ヤード以上を走り、キャリア通算ラン13,684ヤードは、リーグ歴代6位、キャリア通算タッチダウン162回は、リーグ歴代3位など、NFL 史に残る。 ナーアルビーとして知られる。テキサス州の高校時代に彼は、アメリカンフットボールだけでなく、野球、バスケットボールなども行っていた。またアメリカンフットボールでも当初は、ラインバッカーとしてプレーした。高校3年時に2554ヤードを走り39タッチダウンを上げて、地区の最優秀攻撃選手に選ばれた。子供の頃は、ダラスカウボーイズや、マイアミハリケーンズのファンであり、 特に好きな選手は、ウォルター・ペイトン、ジム・ブラウン、エミット・スミスであった。エミット・スミスの参加している、サマーキャンプでトレーニングをしたこともある。後に、ESPN のインタビューを受けた際、プレイスタイルやメンタリティに関して、ペイトン、ブラウン、スミスの影響を強く受けたことを明らかにした。大学に進学を決める際多くの大学から、リクルーティングを受けたが、高校3年時から、 ランニングバックに転校したことにより、すでに候補を決めていたトップクラスの大学からは声がかからず、テキサス州フォートワースにあるテキサスクリスチャン大学に進学した。大学は過去12年間に1回、34年間に2回しかボールゲームに出場したことのない弱小校であった。1、2年時にはベージル・ミッチェルと共に併用された。1998年にチームは 3ボールで南カリフォルニア大学を破り41年ぶりにボールゲームで勝利を挙げた。3年時の1999年にはテキサス大学エルパソ校戦で NCWA 記録となる406ヤードを走り、シーズンでも NCWA 一部校トップの1850ヤードを獲得し18タッチダウンを挙げた。 4年間で上げたラッシングでの5263ヤード獲得は NCWA ディビジョン愛史上6位の記録であった。4年次になった2000年は2年連続で NCWA トップとなった2158ヤードを獲得し22タッチダウンを上げるとともにレシーブでも354ヤードを獲得した。彼は全米ガレッジフットボール最優秀ランニングバックに 与えられるドークウォーカー賞を獲得、ハイズマン賞候補のファイナリストに残り4位の票を集めた。彼の背番号5は2005年11月のアネルビ1 0 0 0で永久欠番となるセレモニーが行われた。2001年の NFL ドラフトで1巡目全体5位でサンディエゴチャージャーズに指名されて入団した。彼は入団後すぐに先発 RB として起用され2004年の 最終戦のみ怪我を心配されて温存されて、欠場しただけで全試合に先発出場を果たしている。入団してから7シーズンに、ラッシングで1200ヤード以上、パスレシーブ50回以上の成績を残している。またパス成功8回、そのうち7回は、タッチダウンパスを投げている。2003年に、NFL 史上初のラッシング1000ヤード以上、100回、 以上のパスレシーブを達成した選手となった。プロ入り後60試合目でキャリア50回目のタッチダウンを挙げており、プロボールには2002年、2004年、2005年、2006年、2007年と選ばれている。レニー・ムーアの持つ18試合連続タッチダウンの大記録も作った。2005年10月16日のオークランドレーダーズ戦では同じ試合で、ラン、レシーブ、 パスのいずれでもタッチダウンを上げた、NFL 史上7人目の選手となった。このシーズンは肋骨を痛めたものの欠場することなく、ランで1462ヤード、18td、レシーブで370ヤード、2td を上げた。フェデックスが選ぶ、年間最優秀 RB に与えられる賞に、ノミネートされ、ティキ、バーバー、ショーン・アレキサンダーに次いで3位となった。 2006年には連続した6試合で 19TD を上げるという NFL 記録を作った。そのうちのサンフランシスコフォーティナイナーズ戦、シンシナティベンガルズ戦、デンバーブロンコス戦ではチーム記録となる1試合 4TD を上げた。彼が達成した3試合連続で 3TD 以上、1シーズンに3試合で TD 以上を上げたことはいずれも NFL 初のことであった。 2006年11月19日の試合でキャリア89試合目にして 100TD 以上を挙げた。これはこれまでのジム・ブラウン、エミット・スミスの93試合目で達成された記録を更新することとなった。2006年12月3日の試合で新人から6年連続で1236ヤード以上を走った最初の選手となり12月7日。 月間最優秀攻撃選手に選ばれた。13試合目でシーズン29タッチダウンを上げて12月17日の試合でタッチダウンを上げ46年ぶりに NFL 年間最多得点記録を更新。自己最高の2323 23ヤードを稼ぎ 31TD を上げた。2007年1月4日50票中44票を獲得して AP 通信が選ぶ。 最優秀選手となった。残り6票はチームメイトのドリューブリーズ、2票はベートン・マニングであった。この年チームからは9人の選手がプロボールに選出され彼も AFC の先発 RB となった。2007年1月14日に地元区アルコム、スタジアムで行われたディビジョナルプレイオフでラン123ヤード、レシーブ64ヤードを獲得しに TD を挙げたが、 チームは敗れた。2007年12月2日のカンザスシティチーフス戦で、ウォルター・ペイトンを抜く111回目のティーーランを上げた。このシーズン1474ヤードを獲得し2年、連続で NFL のラッシングリーダーとなった。これは2000年のエジャリン・ジェームス以来のことであった。2008年1月6日のテネシー・タイタンズとの ワイルドカードプレイオフでは21回のボールキャリーで42ヤード、パスレシーブ3回で19ヤードしか稼げなかったが4、アンドゴールの状況からタッチダウンを上げチームは勝利した。1月13日のインディアナポリス・コルツとのディビジョナルプレイオフでは、左膝の怪我で後半は欠場したもののチームは勝利した。1月20日のニューイングランドペイトリオッツ戦ではわずか2回の キャリーで5ヤードの獲得に止まりゲームの大部分を欠場することとなりチームは敗れた。2008年、開幕前、怪我の影響で、ほとんどチームの練習に参加することができなかった。最初の3週は100ヤード以上を走ることなく1、プレイ平均3.3ヤードに止まった。シーズン半ばになっても1ゲームあたり17回のボールキャリーで、ランで4回。 レシーブで1回のタッチダウンであった。100ヤード以上を走った試合は2試合にとどまったが8年連続で1000ヤードラッシュを果たしサーマントーマスの記録に並び、カーティス・マーティン、バリー・サンダース、エミット・スミスに次ぐ記録となった。この年、怪我に悩んだこともありラッシング獲得ヤードはプロ入り後最低の1110ヤードに、ラッシング回数も 同じく自己最小の292回に終わった。最終週に3タッチダウンを上げてタッチダウンは11回となった。通算、ラッシングタッチダウンは126回となり、マーカス・アレンの123回を抜き、レシーブタッチダウンとの合計は141回となり、歴代3位のアレン、テレル・オーウェンスの145回に迫った。ワイルドカードプレイオフのコルツ戦で負傷を悪化させ、 ディビジョナルプレイオフのピッツバーグスティーラーズ戦は欠場、チームは敗れた。2009年、チームはダレンスプロールをフランチャイズ選手として指名し高年俸の彼は契約見直しを迫られた。2009年3月10日、チームと3年契約の合意に達しチームへの残留が決定した。エミット・スミスの持つ NFL 記録である通算ラッシング記録18,335ヤードの更新に意欲を燃やしている。2009年は自己アーストの730ヤードに終わったが、ジム・ブラウンの通算ラッシング記録を抜いた。2010年3月、チャージャーズから解雇された。その後ニューヨーク・ジェッツと2年520万ドルの契約を結んだ。ジェッツでは、 ショングリーンの控えになると見られているが、SRB として起用されなくとも、不満はなく、スーパーボール優勝に貢献したいと語った。2010年、ラン914ヤード、6TD、レシーブ52回で368ヤードを獲得した。また、翌年1月8日に行われた、インディアナポリス・コルツとのディビジョナルプレイオフでは 2TD を上げ17から16での勝利に貢献した。 2011年には第3打運用員としての起用で自己最低のラン280ヤードに終わりシーズンオフにはフリーエージェントとなった2012年3月ニューオーリンズセインツの報奨金問題について選手に厳罰を下すことには反対を表明したジェッツがインディアナポリスコルツを解雇されたペイトンマニングを獲得した場合マーク・サンチェスは 解雇を要求するかもしれないと語った。5月95%は引退だと語った。2012年6月18日にチャージャーズと再契約し、その場で引退を発表した。また、チャージャーズで着用した背番号21は永久欠番にする可能性がディーン・スパノス・チャージャーズ球団社長から示唆された。2003年3月21日。 大学時代に知り合った女性と結婚し、現在サンディエゴ郊外のパウェーに930平方メートルの家に3頭の犬と住んでいる。2007年2月23日、父親と義理の兄が交通事故によって亡くなった。ナイキ、キャンベルスープカンパニー、ビツヨなどの CM に出演している。2007年4月には、マッテン・エヌ・エフエル2008の表紙となることを拒否。 ビンス・ヤングが最終的に選ばれた。ありがとうございます。